まめだです。あこ53です。あれって53って読むんだ。そう、あゴミだと思う。いやお前ざけんなよ。今日は秋葉原に来てるんですけど、うん、今から初めてのメイドカフェに行きたいと思います。うわー、あのね、お友達があのメイドカフェを全部何デザインして作ったんだよね、うん、なんか内装も衣装もやって、うん、そう全部じゃない、全部やったお店にちょっと今から遊びに行きたいと思いますので、バイバーイ。あー8階上の8階着くぞ。なんで一つだけ黒なんだろう。一番かっこいいじゃん。かっこいい。何？何？びっくりした、喋ってるわ。あれ8階だよね。8階って書いてあった。ヤッホー。ヤッホー。こんにちは。お邪魔します。ちょっと待って。全然全然。すごい楽しそう。楽しい。もう楽しい。昨日と今日はあのレセプションみたいな感じで、うん、あのオープン前にね、あの友達招待みたいな感じで、うん、アーコがキャロちゃんと仲いいので私も一回撮影でお世話になったのでちょっと一緒に連れてきてもらったんですけど、うん、もうね可愛い制服が見えるこっからね。お待たせー。やっほー。カモンカモン。お邪魔しまーす。おかえりなさーい。先入る。緊張する。こんにちは。おかえりなさーい。皆さんもうどこかのご協力をお願いします。わかりました。いきなり映るやん。キャロちゃんでーす。キャロラインでーす。全部この内装をもう全部一人でやって、もうアシスタントいないんで。やば、すごくない？すごい。もうね、引きこもって頑張った。いや、もうやばいわ、すごいわ。なんかでもインスタでなんかちょっとずつ出来上がる様子をさ、あの見てたから、ちょっと感動しちゃった、入った瞬間。嬉しい、すごい。一人ライブペイントだったもん。観客がいないライブペイントをひたすら。やっぱ今日ね、めっちゃ人いて嬉しいんだよ、本当に。なんかね、一生懸命頑張ったのみんなに見てもらえ。そう、やっと見せる時が来た。すごいよ。今ねすごいあの後ろにねいっぱい可愛い女の子たちがめっちゃメイド服着てるんですけど、なんとうちらも着れるみたいです。いやー、大丈夫？うちら着てる。いやちょっと不安よ。やばいよね。いけるかな。キャロちゃんパワーで、うん、うまいこといけるのかな。大丈夫かな。メイドさんになれるかな。なれるよ。なれるかしら。なれるよ。大丈夫？うちらなれるよ。かわいい物語がね、うん、あるんだけどね、うん、うちの大学のねマジック研究会のねあの同輩の半田くんが書いてる。動画になる。かわいい。あでもちゃんとなんか絵本みたいになってる。これかわいいです。これもロゴとかもねうちが考えて、かわいい。かわいいんです。いろいろリンクがありもうて、メニューねうちがプロデュースした。すごい。とうとうあの本物のカフェになったのね。そう、とうとう本物を作った、うん、無機物以外のカフェ作ったことなかったんだけど有機物でも挑戦しました。いや、あんたすごいよ。無機物、ね、チョコレートカフェ1300キャロット。キャロット。あ、ここね。あの、この通貨はキャロットってことね。あ、そうなんだ。作ってから。うわー、店長のハムです。よろしくお願いします。ハムさん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、副店長のモモです。よろしくお願いします。こんにちは、モモさん。かわいいよ
あの注文したいんですけど、はい、いいですか。はい、青りんごクリームソーダ。青りんごクリームソーダ。じゃあ青りんごと、じゃああといちごクリームソーダで。はい、かしこまりました。お持ちしますね。お願いします。はい、えぇ、ー、いったりするって。あ、じゃあごめん、これは、これはあの指示出しとか布とか生地とかでも選んでるけど、すごい、これ全部キャロちゃんがデザインしたんだって。すげぇ。白とピンクのやつ、どうしてもあの紫のやつとか絶対にあの色作りたかったんだけど、生地がかわいい、ちょっと硬くない感じ。すごいよね、ちょっと色がね、感動しちゃった。すごい、作り込まれ方がすごい。似合ってるよ、いけるいける。マジ、うん、ネットで見ちゃうのは、その背景とめっちゃいい感じになってる今。ちょ、登場シーンです、撮っていい？いいよいいよ。おかえりなさいませ。フリフリチャカチャカミックとチョッ。いや、私はやっぱスッとしたメイドだから。なるほどね。キャ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 は君、うん、いや、もう絶対似合うね、かわいいね、これ。私メイド、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、でこちらのお飲み物なんですけども、もちろんこのままでもとても美味しいのですが、もっともっと美味しくする魔法がございます。一緒にやっていただけますか。そんな魔法があるんですか。あるんです。そしたらルンルンしながら美味しくなれる。で、ウサ耳作っていただいて、ぴょんぴょんハートで、キュンで愛情込めます。はい、はい、いきます。せーの、おいしくなれ、ぴょんぴょんキュン。ありがとうございます。感動しちゃった。楽しくなりました。ありがとうございます。レンゲで食べちゃうもんね、これね。そう、レンゲの10分の1、うん、すごい新しい体験させてもらってるわ、うん、これで、はい、外カメデザインうまい、うん、なんかさ、空き場でさ、うん、時間余ったりしたらさ、うん、あって、ヒャロちゃんのところあるって来たいよね。すぐ行ける、うん、もう場所覚えたもん、うん、友達誘ったりして。しかもさ、めっちゃエピチカだったよね、うん。あの間のメイドカフェでしたね、うん、いやー、めっちゃ良かった。いや、ちょっとまた来たくなっちゃった私、うん、心がもうさ、うん、なんかなんだろう、乙女になったよね。そう、あとね、うん、内装が可愛かったから、かわいい、ちょっとすごいテンションが上がったわ。もうスキップして帰っちゃいそう。いや、もうスキップしよう。以上、秋葉原のメイドカフェでした。ラビットキャッスル10月1日にオープンするので、ぜひ、はい、気になる方は行ってみてください。可愛かった、可愛かった、ありがとう。